はい、ということで私が今年、8月に購入したブリヂストン TB1E の、私が、購入したオプション品といいますか、どのようにカスタムしたのかっていうのを、お伝えしたいと思います。まずハンドル周りなんですけれども、これはちょっと自転車に取り付けるビデオカメラと、まあ、止める器具ですね。まあ、これはちょっと、普段はつけないんですけども、今日は撮影用に、つけてみました。これはあの DJI ポケット2というカメラなんですけれども、使いやすいかなというふうに思います。まずこれが、ハンドルのスイッチカバーですね。これを、買ってみました。そしてですね、このスマホホルダーですね。これもやっぱりナビゲーション代わりに、これ手で持つと危ないのでね、ここにつけて、スマホをつけて、ここで見ながら、まあ、ナビも見ながら行けるというところです。はい。で、次にこれバックミラーなんですけれども、やっぱり自転車は公道を走るのが基本ということで、まあ危ない時は歩道もあれば走っていいということなんですが、やはり、右後方が確認がやっぱり必要かなというところでこれも買い足しました。で、これなんですけども、ここの元の部分がちょっと緩くなっちゃう可能性があるということで、ここの止めるところにですね、ゴムを、薄い1ミリくらいのゴムをかまして、動かないようにして、止めてあります。はい。次、サドルなんですけれども、まあそのままでも良かったんですが、ちょっと長く乗ってるとお尻が痛くなるっていうような YouTube の他の方の動画を拝見したので、あえて上から被せてぴったりのサイズのやつをですね、買って購入しているというところです。で、あとこの、鍵ですね、鍵。まあなんかの時、ちょっと毎日の時怖いなという時は、のために、追加で購入しました。次にですね、この荷台、これは購入した時に最初から選べたんですが、後から購入しまして、でところがですね、工具もないし付け方が非常にバランス取るのも難しいんですね。結局地元の、自転車屋さんにお願いをして、2420円手数料を払って、実は昨日取り付けていただいたというようないきさつがあります。で、それ以外にも安全性を高めるというところではですね、ヘルメット、これ購入しました。こういうの購入したの初めてなんですけれども、後ろの方にこう調節できるこうダイヤルみたいなのがあって、頭の大きさにフィットできるような形になって顎で止めるというような感じのものになっていますと。で、あと荷台にもし何かくりつけるようとして、これ60センチの2本ゴムバンドみたいな、こんなものを2本セットで購入しました。で、あとですね、最初スマホのホルダー代わりにこれを購入したんですね。ところがちょっと後ろがすごいつけづらかったりとかして、なんか、これは、使わないかもしれないんですけど、まあ、雨の日なんかには、まあ、スマホとか、充電器とか一緒に入れておく分には、使える、いいんじゃないかな、というところですね。で、あとは、これドリンクホルダーですね。これも買いました。これはもともと自転車にこのビスが、最初からついてるのを、これを六角レンチで抜いて、で、これにただ上からもう一回穴に合わせてはめ込んだだけというところで、まあ割と簡単につけることができました。はい。こんな感じですね。まあ自転車購入するのはおそらく小学生以来なので、もう50年近く前の話になるんですが、まあ目的としてはですね、花火大会が好きなもんですから、車止めてるところから花火大会の撮影場所まで結構2、30分歩くことがあるんですが、そこをこの自転車を積んで、
現地まで向かおうという作戦も兼ねて、やっぱ背中に荷物重いので、やっぱりアシスト、電動アシストがあるとすごく楽なんじゃないかなというところで、ついにですね、購入を決めたということになります。はい。ということで、オプション関係の説明は以上になります。ありがとうございました。では、登っていきたいと思います。松伏緑の丘公園。ここは自転車で登るのは初めてですね。もちろんね。行ってみたいと思います。はい。これ緩やかな登り坂なんですけども、結構アシストしてくれますね。今6段で走ってます。これを5段にすると結構軽くなりますね。これアシストないと結構きつい坂だと思うんですよね。はい。はいはいはい。はい、結構な勾配になってきました。結構軽いんですけど、久しぶりなので足に行きます。ももに行きます。ということで、丘の頂上といいますか、一番上まで到着したわけでございます。はい、こんな感じですね。気持ちがいいですね。